やあ、ゆい。あ、パパ、お一人ですか？まあ、適当にうろうろと。そうだ、ゆい。せっかく会ったんだし、一緒に散歩しようか。本当ですか？はーい。それじゃあ行きましょう。あの花壇は、ワン吉のお気に入りの場所だったんですよ。花が好物だったのか？もう違います。花を見ているのが好きだったんです。他にも高台や噴水も好きでした。今頃ワン吉は何をしていますかね。きっと森を走り回っていると思うよ。走るのが大好きだったからな。きっとそうですね。ワン吉のクエストは未だ続きが発生していない。ユイも早くワン吉に会いたいと思っているはずなのにな。ところでワン吉は人里に迷い込んだと言っていましたよね。ああ、そうみたいだけど。なぜ森を離れて人里にやってきたんでしょうか。確かに餌がなくなったから森から出てきたというのはよくある話だけど、あの森特に餌が不足しているような状況には見えませんでしたよね。となるとなんでだろうな。メッセージだ。アルゴからだな。至急話がある、来てくれ。か、なんだろうな。行ってみましょう。だな。呼び出して悪かったな。ユイちゃんも一緒だったのか。こんにちは、アルゴさん。それで話っていうのは何だ。ああ、実はワン吉のクエストが進行したんだ。え？おお、本当か。待て待て、進行はしたけど喜んでばっかりもいられない内容なんだよ。次の目的が森でコボルドの討伐ってなっていてな。コボルドの討伐？森がコボルドに荒らされているらしいんだ。そんな。確かに喜ばしい内容じゃないな。そっちの準備が良ければ俺っちはいつでも出られるぞ。わかった。私も行きます。ゆい、それはやめておいた方がいいぞ。内容的に戦闘がメインのはずだからな。でもワン吉が危険な目に遭っているかもしれないのに街で待っているなんてできません。迷惑なのは分かっていますが、お願いです、私も連れて行ってください。しょうがない、連れて行くかどうか決めていいぞ。分かった、一緒に行こう、ユイ。ありがとうございます。じゃあ準備ができたら森に向かおう。いないな。目的地はこの辺りで間違いないんだけどな。おい、アルゴ。ああ、俺っちも気づいているよ。コボルドだな。ユイ、じっとしているんだ。はい、気をつけてください。行くぞ、アルゴ。はいよ。今のでラストじゃないみたいだな。また森の中から湧いて出てきた。ちょっと数が多すぎないか。同感。それぞれは大して強くないけど、これだけいるとは骨が折れるな。ゆい！しまった、今度はゆいちゃんのいる方からもポップしてきたのか。くそ、ゆい！ユイ！ワン吉！私は大丈夫です。ワン吉が助けに来てくれました。そのでかいのがワン吉なのか？確かに首輪がワン吉のものだ。ワン吉、前方にコボルドが出現です。ギリギリまで引きつけてください。
今です。右に回避。コボルドの体勢が崩れたぞ。アルゴ、やるなら今だ。了解だ。はあ、今度こそ片付いたよな。多分な。お二人とも大丈夫ですか？このクエは4人以上推奨って言わないとダメだな。ワン吉のやつ、随分と大きくなったな。本当に背中に乗れるほどでかくなるとは思わなかったよ。ありがとうございます、ワン吉。ワン吉？何か様子が変だな。なあ、ちょっと様子を見せてくれ。どうですか？ものすごく弱っているみたいだ。え？でもさっきの戦いでは攻撃を受けていません。それなのになんで？おそらく俺たちが来る前からコボルトたちと戦っていた、そう設定されているんだと思う。クエストの筋書きってやつか。ワン吉、もう立っているのも限界なのに、ユイちゃんを助けるために最後の力を振り絞った、そんな感じだな。そんな、ワン吉、しっかりしてください。いやです。ユイ、ワン吉、ワン吉、ユイちゃんを守るなんてすごいな。お疲れ様、ユイ。大丈夫です、パパ。ワン吉、守ってくれてありがとうございます。おい、あそこを見てみろ。子犬？1、2、3、5匹もいるぞ。もしかしてこの子犬たちって、ワン吉の子供だろうな。きっとワン吉は子供を守るために戦ってきたんだ。おいで。あなたたちのママは立派なママでしたよ。小さい頃のワン吉にそっくりですね。アルゴさん、まだクエストは続いているんですか？調べてみるから待ってくれ。ああ、続いているみたいだな。私、絶対にこのクエストをクリアしたいです。そしてこの森とワン吉の子供たちを守りたいです。俺もだよ、ユイ。ワン吉が守ってきたものを守りきろう。俺っちも協力するよ、ユイちゃんと、その犬っころたちのためにな。